広島市南区の JR 広島駅前では朝から時折小粒の雨が降る時間もあり、傘を持っている人の姿も見られました。広島地方気象台によりますと、広島県では雲が次第に厚みを増し、北部では昼前から、南部でも昼過ぎから雨が降る見込みです。県内でまとまった雨が降るのは先月26日以来で10日ぶりです。雨はこの後、今夜から明日の朝にかけてピークになる見込みで、明日正午までに予想される24時間雨量は多いところで南部で80ミリ、北部で60ミリとなっています。気象台によりますと、雷を伴った激しい雨は降らないものの、断続的な雨になる見込みだということです。